アルトワークス DIY 自作フットレストペダルを作ってみましたよ。市販で売ってる1800円ぐらいのペダルを買いました。それに入っているこのプラスチックのこの斜めのねやつがちょうど良かったんで、これを使おうと思います。そしてこの裏にですね、お家にあったなんかのスポンジみたいなやつがいっぱいあったんで、それを使ってね補強していきたいと思います。両面テープでこの三角に合うようにみっちみちに入れていきますよ。しっかりと両面で固定をしていきます。裏はもうね汚くなってしまうんですけどね、もう切り張りでみっちみちに踏んでもね潰れないぐらいに補強しました。そしてあと用意するのはねマジックテープですね。基本はもうマットの上からマジックテープで動かないようにピシッと止めてしまおうと計画しましたよ。横はプラスチックなんで、ちょっといつものカーボンシートを簡単に貼ってペダルをペタリとくっつけます。軽いもんですね。はい、この辺りでどうですかね。ニュッと全然動きません。どうですか。真ん中に滑り止めのクリップを貼っていただいてつけました。クラッチを踏んでも足を置いてもいいですね。意外といいです。かっこいいですよ。2000円ぐらいでフットレストペダルがつけれました。皆さんもお試しください。私はドリフトはできません。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。